はい、そこにお母さんが。そうだ、やっと会えるな。おじさん、私なんて呼べばいいんだろう。ユミお姉ちゃんって呼ぶのか。お母さんでいいんだ、ハルカ。うん。キリュウ、あんたとりゃ登場界の四代目から直々の褒美が出る。四代目？金も地位も女もな、何年ぶち込まれても釣りが来るぜ。今夜は暑いぜ。なんせ殺しのお墨付きだ、次期会長錦山さんのな。ハルカ、心配するな。何があってもお前を守る。必ずユミに会わせてやる。信じてくれるな？うん、やっつけて、おじさん。手加減はしねえ。死にてえやつだけかかってこい。Yeah!
須藤、
はい、隠れてろ、ハルカ。こそこそ死ねえで出てきやがれ。
そうだ。急ぎましょう、伊達さん。須藤、お前、時間がないです、早く。須藤、お前こんなことして大丈夫なのか。横浜で伊達さんに言われて気になったんです。それで自分で神宮を内定してみたら、神宮が世良とつながっていることが分かりました。あの100億は神宮の金だったんです。それは分かってる。ですが私にはもっと別の裏があるように思えるんです。神宮はあの金を取り返して何に使うのか。神宮の本当の目的か。はい、別の組織とつながっているのかもしれない。東城会と MIA、 それ以外の組織の影を感じるんです。刑事の勘ってやつか。ええ、まあ私も伊達さんの弟子ですから。私たちも自分の目で確かめに行きましょう。ユミ、カズマ、ハルカ、ハルカ。うん、分かってる。ハルカ、お母さんなんだよね。はるか、ごめんね。辛い思いさせてごめんね。お母さん、私ね、お母さんね、本当はあなたと一緒にいたかった。でもね、自分がお母さんだっていうことができなかったの。いいよ、お母さん分かってるから。私嬉しいよ、おじさん。よかったな、はるか。おかえりなさい、カズマ。ああ、遅くなって悪かったな、ユミ。なんだ。きっと彼が来たのよ。奪われたものを取り返し。久しぶりじゃないか、ユミ。それにハルカ。お前がジング。こうして会うのは初めてだね、キリュウ・カズマ君。はじめましてと言うべきか、さようならと言うべきか。君には苦労させられたよ。100億を取り返しに来たのね。ああ、そうだ。当然の話さ。それはもともと私の金だからね。それに他にもいろいろ処分しに来たのさ。何？ヤクザなど
皆こんなものか。お前どうして、どうして自分の娘を撃てるんだ。仕方ないことさ。その子供は私にとって邪魔者でしかない。私の今後、いやこの国の今後のためには必要のないものなのだよ。自分が愛した女とできた子、どうしてそんなに簡単に。カズマ、この人にはそんなこと言っても無駄よ。この人の頭の中にはそんな感情はないの。自分が出世することしか考えてない。何を分かったようなことを言ってるんだ。私に捨てられた女に何が分かるというんだ。知ったような口を叩くんじゃない。私には分かるわ。どうして世良さんがあなたを裏切ったか。あなたは国のため、政治のためと言って全てを切り捨てて生きている。でもね、それは全部言い訳。結局は自分がのし上がるための理由でしかない。そんな信念はすぐに嘘と分かってしまう。ふざけるな。お前や世良ごときに私の何が分かるというのだ。ヘビ、あなたには何を言っても無駄ね。自分が恥ずかしくないの。ずいぶんな言いようじゃないか。でも、もうそんなことはどうでもいい。ここでお前らは終わりなんだからな。そうかな。まだ終わってへんのちゃうか。寺田、これで力は五分五分や。風間の兄貴の意志はまだ生きとるんやで。なんやねん。これだから頭のない極道は困る。やれ。どういうことや、お前ら。あなたまさか。そうだよ。私は登場会から大見連合に鞍替えしたんだ。バックの組織をな。なんだと。私は着々と進めていたんだ。登場会を捨てて大見連合と協力関係を築く計画をね。そんな話俺は知らんぞ。当たり前だ。お前は大見連合の五代に踊らされていただけなんだからな。もう一年前から話は進んでいたんだよ。五代目と私の間でね。私は、セラが私を裏切ることは分かっていた。彼は融通の利かない男だったからね。理想を求め、ずっと私を支援してきてくれたが、結局は現実の前にくじけたんだ。現実だと。ああ、そうだ。君らに政治の話をしてもわからないだろうが、国を動かすには金と力が必要なのだよ。私にとって彼はその力だった。だが彼は変な信念のために私の理想から離れていったんだ。数年前殺してくれたと思っていたユミが生きているということを知った私は、セラ、いや登場会を捨てる腹積もりでいたんだよ。それでお前は大海連合にすり寄った。そうだ。私は大海連合に話を持ちかけた。大海連合としては私の政治力は魅力だ。政治と裏社会、この二つを牛耳ることができたら日本を操ることなど造作もないことだからな。もしかしてこの百億は。ああ、大海へと渡る。私としては登場会も潰れてくれて、まさに一石二鳥というわけだ。じゃあ錦も踊らされてたっていうのか。そうだよ。彼に100億の話を吹き込んだのは私だ。出世欲に取りつかれた我が像に餌を見せて動かしただけだ。彼は見事にその役目を果たしてくれた。セラの暗殺から内部抗争までね。そしてさらに嬉しい誤算があった。君だ。君が現れてくれたおかげで登場会は崩壊寸前だ。本当にお礼を言いたい気分だよ。ジム、貴様。悔しいだろう。だがな、もう遅い。私は大見連合と手を組み日本国のトップに立つ。大見連合は裏社会を統一し、その全ての力を私が得る。私の理想が叶うのだ。
そんなことはさせないわ。何を言っている。動くな。何？ユミ！もうこれであなたは私を撃てない。これが爆発すれば店の中にある100億も一緒に消えてなくなる。私は100億をあなたに渡さない。一緒に爆発してこの世から消すわ。何がバカなことを言っているんだ。そんなことをして何のメリットがあるというんだ。何も分かってないのはあなたね。人間はそんな損得感情だけじゃ動かない。もっと熱い、もっと強い気持ちがあって初めて動くものなの。昔のあなたにはそんな気持ちがあった。だけど権力を持つことや出世することにあなたは溺れたの。何を今さら、何を言ってるんだ。カズマ、ハルカをこっちに。これでユミとハルカには手出しできねえな、ジング。なあ、ジング。世良会長はな、あんたが何を考えているかなんてお見通しだったんだ。何？会長はあんたに気づいてほしかったんだ。昔の強い信念があった時のあんた自身を。だから自分の命を危険にさらしてまで100億を盗んだ。あんたから取り上げようとしたんだ。バカな。何を根拠にそんなことを。風間さん、頼みます。セラ、お前これ名前が入ってねえじゃねえか。風間さん、俺は本来搭乗会仕切る器じゃありません。金儲けしかできねえヤクザです。後目は風間さんが決めてください。搭乗会を、極道の未来を託せる男。遺言状だと。ああ、あんたは遺言状の存在を錦にちらつかせ内部分裂を画策したんだろうが、本当にあったんだよ。会長とおやすさんが命がけで残したんだ。うるさい。セラミ、この後に及んで私を舐めるような真似をしよって。そんなもん今となってはただの紙切れだ。俺が死ねばな。あ、だがそうはさせねえ。俺は風間のおやっさんや世良会長が残してくれたもんを守る。俺は搭乗会4代目桐生風間だ。勝てるとでも思ってんのか。さすが、一人でよくもそこまで頑張れるものだな。何人でも相手になるぜ。無理をするな。もう息も絶え絶えではないか。無事か、キリュウ。伊達さん。神宮教兵、今四課が逮捕状を請求した。贈収賄、銃刀法違反、殺人教唆。お前はもう終わりだ。
証拠は何もない。ハッタリだ。やめろ。ダメだ、伊達さん。ここじゃ町に墜落する。くそ、伊達さん。こうなった以上、全員死んでもらうほかない。覚悟はいいね。
Grrrr!